10章ファウゼン解放戦。コーデリア姫、お元気でしたでしょうか。ギュンター少尉、またお会いできて嬉しく思います。先日は私の窮地を救っていただき本当にありがとうございました。いえ、あの時はお怪我がなくて本当に何よりでした。いただいた勲章、友人が見て驚いていました。それを見て初めてすごいものだと実感しました。あなたは本当に面白い方ですね。国のために尽くした方々に対してその労を評価し報いるのは国家の務めです。勲章や褒章という形でしかそれを表せませんが、胸を張って受け取ってください。はい、ありがとうございます。コーデリア姫、この一件だけではありません。あなた方の活躍はよく耳にいたします。私は改めてその働きに応えなければなりませんね。ベルキン・ギュンター少尉、こちらへ。貴殿の日頃の功績をたたえ、ここに勲章を授与いたします。はっ、光栄に存じます。それでは今後も我がガリアへの忠実を期待しています。談笑第七小隊の特別休暇。緊急招集ってことは何かでかい作戦でも始まんのか。また出撃かよ。あたいらに休みはないんだね。早朝に呼び出してすまなかった。第七小隊の諸君に至急伝えたいことがあってな。先のコーデリア姫誘拐事件は第七小隊を筆頭に義勇軍の活躍によって解決された。その功績が認められ我々に特別休暇が与えられた。よかったな。マジかよ。すげえぜ。よかったです。それだけではない。ランドグリーズ家が所有している海岸の使用も特別に許可された。ランドグリーズ家所有の海岸、つまりプライベートビーチで思いっきり羽を伸ばしてこいということよ。本当かよ。あのお姫様も粋な計らいをしてくれるぜ。浜辺を丸ごと貸し切ろうだなんてリッチだね。ねえ、どうしよう。ロジ、私水着なんて持ってないよ。じゃあさ、あたいと一緒に買いに行こうぜ。あんたにぴったりのやつを選んでやるよ。うん。海なんて何年ぶりかな。リサラ、楽しみだね。はい。準備が整い次第出発する。思いっきり休暇を満喫するように。
以上、解散。プライベートビーチなだけあって綺麗だな。こんなに自然が残されている海辺は貴重かもしれないぞ。お、白い羽が綺麗だな。あの、ウェルキン、この水着ロージンにすごく勧められて思わず買っちゃったんだけど、ちょっと私には大胆だったかも。どうかな、変じゃない？うん、すごくいいと思うよ。本当に？あ、いや、その、そう、白翼カモメみたいで素敵だよ。白翼カモメ？白が鮮やかでいいよね。それって褒め言葉なんだよね。もちろんだよ。白翼カモメは僕が一番好きな鳥なんだ。そっか、ありがとう、ウェルキー。お、なにデレデレしてるんだよ、隊長さん。まったくお熱いことで。ロージー、隊長のためにそんな派手な水着着ちゃってさ、けなげじゃないか。ロージーが選んだんでしょ。こら、待ちなさい。ちょっと。兄さん。ああ、イサラじゃないか。楽しんでるかい？はい。一緒に海に来るのは久しぶりだね。はい。そういえばイサラは泳ぎが苦手だったね。浮き輪を絶対離さなかったもんな。無理に連れて行こうとすると大泣きするしね。兄さん、それは小さい頃の話です。ごめんごめん。今は泳げるようになったのかい？それは秘密です。隊長が転んだぜ。まったく若い奴ら元気だな。おじいさんみたいなこと言うのね。おじいさんって、お前。あら、今のあなたの発言は十分おじいさんだったわよ。たくよ。そういや、お前は泳がなくていいのか？泳ぐの好きだったじゃねえか。私はあの子たちみたいに水着を着て走り回れる年じゃないの。お前だって俺と同じようなこと言ってるじゃねえか。あなたは入隊した時から変わらないわね。ムキになるところもそのままだわ。お前の口が達者なところもあの頃から全然変わってねえよ。お褒めに預かり光栄ね。そういや、入隊直後に仲間のみんなで海に行ったことがあったよな。ええ、みんなで貝掘り競争をしたのよね。ダルゴったら一つも掘れないの。そうそう、あの時は傑作だったよな。フレデリックのやつがズムズレになるまで。ダルゴ、フレデリックの話はやめて。すまねえ。私こそごめんなさい。頭を冷やしてくるわ。
エレノア。イサラ、パス。こっちにボールを回すんだ。イサラ、アタックアタック。はい。ブイ。ハンス、当たってしまいましたか。ごめんなさい。ハンスに当ててやんの。あら、一人なの？みんなと遊んでくればいいじゃない。いや、あたいはいいよ。ふーん、相変わらず素直じゃないのね。あんたこそ、わざわざ海までついてくるなんて相当暇なんだな。まったくよね。どうせ海に来るなら彼氏とでも来たかったわ。へえ、あんたに彼氏なんかいるんだ。羨ましいね。どうも。でも私もあなたたちを羨ましく思う時がよくあるの。ガリア軍をたくさん取材してきたけど、あなたたちみたいな部隊は他にはないわ。本当の仲間ってきっとあなたたちみたいなことを言うのよね。さあ、行ってきなさいよ。みんな待ってるわよ。ちゅ、しょうがねえな。ま、彼氏持ちの女と話しててもつまんねえし、行ってやるか。不器用なんだから。あんたたち、あたいも参加するよ。お、頼もしい助っ人が来たぞ。ロジー、イサラとチームを組んでくれないか。え、分かったよ。イサラ、あたいの足を引っ張るんじゃないよ。はい、ロジーさん、よろしくお願いします。よし、イサラ、ボールを投げな。はい。あたいに当ててどうするんだよ。投げるのはあっちだろ。ロージーさん、当たってしまいましたか。ごめんなさい。みんな、次の義勇軍の作戦が決まった。工業都市ファウゼンの奪還だ。ファウゼンっていや、ガリア有数のラグナイトの豊富な土地だったよな。そうだ。占領されたファウゼンを奪還すれば、国内の生産能力を回復させることができる。なるほどね。で、作戦の概要は？義勇軍は各小隊に分かれて、ファウゼン都市部を包囲制圧する作戦だ。その中でも第7小隊は奪還作戦の要を任された。これを見てくれ。これは装甲列車ですか？ああ、帝国軍が都市防衛のために配備した兵器だ。僕たちに課せられた作戦はこれの破壊だ。ぶっ壊すって言ってもよ、こんな化け物相手にどうしろって言うんだよ。歩兵がいくら束になったところで簡単に壊せる代物じゃないだろう。大丈夫だ。今回の作戦には心強い協力者がいる。
協力者だって？ファウゼンには各地の帝国占領地域からダルクス人捕虜が集められているのは知っているか？聞いたことがあります。兵器開発や資源の採掘のために工場や炭鉱で強制労働をさせられていると。バーロット隊の話によれば、その捕虜の中に義勇軍の協力者がいるらしい。どんな頼もしい奴かと思えばダルクス人かよ。先が思いやられるぜ。どういう意味ですか？今度のダルクス人もどこかの誰かさんみたいに分からず屋だろうさ。先入観だけで物事を判断するのはやめてください。ダルクス人にだっていろんな人がいます。あたいにはダルクス人なんかどいつもこいつも同じに見えるね。それはロージーさんが見ようとしていないだけです。なんだと？もうやめとけ。俺たちは軍人だ。作戦は全力で当たる。命令とあればダルクス人とでも協力してやら。ただしそのダルクスの協力者とやらが使えないやつだったら承知しねえからな。まあ会ってみないとわからないが、この作戦にかけるしかない。では夜明けとともにファウゼンに進軍を開始し、日没後に奇襲をかける。たまらんなこの匂いは。何か食べ物、水でも。近寄るな。ダルクスどもめが汚らわしい。この収容所を取りまとめている奴はどこにいる？呼んだかい？この収容所の D 地区担当の労働者が労働命令に逆らっているようだ。どういうことか理由を聞かせてもらおうか。彼は逆らってるわけじゃない。ここ数日体調不良で倒れているんだ。他の収容所でも D 地区で働く者たちが体調を崩したり、中には昏倒した者もいる。あそこではラグナイト生成を行っているが、有害物質の廃棄処理に欠陥があるんじゃないか？そんなことは関係ない。貴様らは口を閉ざし、命令に従えばいいのだ。だがな、考えてもみなって、彼らに無理をさせて動けなくなってしまったら、それこそお前さんたちが困るんじゃないか？うん、動けるようになったら連絡をする。だから今は安静にさせてやってくれないか？いいだろう。回復次第すぐに現場に向かわせろ。それといいか、お前たち虫けらの代わりなどいくらでもいることを忘れるな。では作戦内容を伝える。
それでは作戦を開始する。諸君らの健闘を祈っています。以上。ファウゼン内の目標地点到達が最優先事項となる。ダイナル小隊出撃する。ここがファウゼンか。複雑な構造の街のようだな。敵に見つからないように慎重に進みましょう。作戦終了。潜入に成功したぞ。なんだお前さんたちは。どこから入ってきた？僕はウェルキン・ギュンターだ。ここに義勇軍の協力者がいると聞いたんだが。驚かすなよ。俺がその協力者だ。ザカだ。よろしく頼むぜ。兄ちゃんな、この人たちと大切な話があるんだ。いい子だからお前はもうお休み。おやすみ。あの子、あんたの妹なのか？いや、あの子の両親死んじまったんだよ。ひどい拷問を受けてね。そんな、拷問なんて。よし、作戦の話に移ろう。こっちに来てくれ。ファーゼンの工場地帯は警告に沿う形で低層と高層に分かれて広がっている。帝国の装甲列車は高層に張り巡らされた線路を走行して砲撃をしてくるはずだ。こちらの攻撃が届かない場所にいられては手も足も出ないな。そこでこいつの出番ってわけだ。ん？ラグナイト爆弾だ。帝国の連中の目を盗んで少しずつ材料を集めて作ったものだ。威力はお墨付きだぜ。そんな爆弾で壊せんのかよ。俺が破壊するのは装甲列車じゃない。こいつ。なるほど。鉄橋を爆破させて装甲列車を谷底に落とすって算段だね。そうだ。爆弾の設置は俺に任せてくれ。お前さんたちには帝国の防衛部隊の駆逐と爆弾の起爆を頼みたい。俺が設置を終えて退避したら爆弾に銃撃を加えて鉄橋を爆破するんだ。ああ、分かった。作戦について何か聞きたいことはあるかい？いや、何も。どうかしたのか？何でもないよ。ああ、そういうことか。お前さんも俺がダルクス人だっていうのが気になってんのか？一ついいか、お前さんの好きなものを教えてくれ。え？好きなものだよ。何か一つくらいはあるだろう。歌かな。歌うのも聞くのも大好きだよ。歌か。はい、いいね。俺も好きだよ。特に散歩しながら口ずさむのが好きだな。心が踊る楽しい歌に、胸に染み入る切ない歌、それに勇気が奮い立つ勇ましい歌。歌って言ってもいろんな歌があるよな。それぞれ違う歌だが、それぞれに良さがある。そうだな。だけど、それが何だってんだ。
お前さんにはそれが分かっているのに、どうしてダルクス人はダメなんだ？え？この世にはいろんな人種がいる。それぞれ特徴があって、一人一人違って、人間も歌と同じようにそれぞれに良さがある。俺はそう思うよ。それぞれに良さがあるか。そうよね。カブトムシって世界中には1300種類もいて、その種類の数だけ特徴があるんだよ。人間もそれと同じだと思う。ちっ、また隊長の生き物話かよ。お前さん、はっ、いや、面白いやつだな。人間と昆虫を同じ土台で考えちまうなんて。まあそういうこった。いがみ合っていても仕方ない。仲良くやろうや。よし、作戦は日の出とともに開始する。各員、戦闘準備を怠るな。よう、暗い顔してどうした？あ、ザカさん。信じられないのです。信じられない？強制収容所のことは話には聞いていました。捕虜にした人たちに過酷な労働を強いていると。その光景を目にしている今も、こんなことが現実に起きているのが信じられません。ああ、だがこれが現実だ。え？俺たちダルクス人は迫害されている。これは現実なんだ。そしてその迫害は戦争という狂気の中で激化している。目を背けたくなる現実だけどさ、人は現実を知ることで成長するってもんだ。ザカさん。ま、気楽に行こうや。人生は長いんだ。全ては俺たちの気持ち次第だって思うぜ。そうですね。ザカさん、ありがとうございます。私たち自身が諦めずにいれば、いつかきっとみんな分かり合えるはずですよね。ああ。と、もうこんな時間か。夜明けと同時に作戦が開始される。お前さんも休んでおくんだ。はい、それでは失礼します。これより作戦を説明する。ただいまより作戦を開始する。諸君らの活躍に期待しています。これより爆弾設置の支援行動を開始するぞ。第7小隊出撃する。
隊長さんよ、一つ頼まれてくれねえか。まず北西にある橋を爆破してほしいんだ。そうすれば敵の増援を食い止められるし、その隙に俺は鉄橋まで近づくことができる。ああ、分かった。その代わり、爆弾の設置はしっかり頼むよ。任せとけ。この日のために入念に下調べはしておいたんだ。よし、では作戦開始だ。敵部隊を排除しつつ、まず北西の橋を爆破する。スイッチを入れれば階層の違う場所へ移動することができるぜ。スイッチはリフトのすぐ近くにある箱状の制御装置を調べればわかるはずだ。なるほど、情報ありがとう。フッ、ガリアの犬どもめ、こそこそと町の中に潜入しようって。いいか、射程に入ったガリア軍には容赦なく砲撃を加えよ。帝国の技術の粋を集めて作られたこの装甲列車の火力を見せつけてやるのだ。北西の橋の爆破に成功した。ザカ、爆弾の設置を頼む。よし来た、ちょっと待ってな。よし、設置完了だ。あとは隊長さん、こいつを銃で撃って起爆してくれ。そうすれば鉄橋は吹っ飛ぶからよ。ああ、わかった。したかったんだが、爆発するたびに走行列車が鉄橋の上にいるとは限らないからな。なるほど、この方法なら確実に走行列車が鉄橋にいるときを狙えるな。中央の橋から東の川岸を経由していけば、爆弾を撃つのにちょうどいい足場の台地がある。ここからは隊長さん、あんたの仕事だ。頑張ってたどり着いてくれ。今の爆発音は何だ？はっ、どうやらガリア軍が北西の橋を爆破した模様です。なんだと？小賢しい真似をしおって。よし、作業リフトの電源を入れろ。偵察兵を向かわせ、正確な状況を報告させるのだ。いかにあがこうが、この装甲列車に攻撃は通じぬ。じっくりと殴り殺しにしてやろう。つまり、大丈夫ですか？装甲列車があれば、振動は何が起こった？報告せよ。あ、僕分かりませんが、鉄橋が崩れています。
なぜだ。この装甲列車は帝国の威信そのもの。帝国の威信が崩れることなどあってなるものか。なるものか。アバよ、グレゴール。ついに装甲列車を落としたぞ。軍隊諸員、大変だ。ファウゼンを脱走する帝国兵たちがダルクス人の収容所に火を放っていった。収容所は火の海だ。急いで現場に向かってくれ。なんですって。どうしてこんなことを。こんな建物に無理やり押し込めて火を放つなんて、どうして。小さな子までこんなことをしやがったのは誰だ。あたいがと捕まえてぶっ殺してやる。やめておけ。なんだって。やられたらやり返す。暴力には暴力。それじゃ争いは終わらない。たとえダルクス人だという理由で迫害されようが、俺たちは誇りを持って生きている。俺たちは報復はしない。それがダルクス人の生き方なんだ。ダルクス人の生き方。おい、憎しみを抱いても報復しても誰も救われない。自分にできること一つずつ確実にやっていくしかないんだ。戦車がいるかもしれない。みんな手伝ってくれ。第七小隊の活躍もあり、義勇軍はファウゼンの奪還に成功した。戦場から戻った第七小隊隊員たちはしばしの休息の時間を送っていた。さっき宿舎を歩いてたら他の小隊の連中に呼び止められてよ。ファウゼン奪還は俺たち第七小隊のおかげだって感謝されちまったぜ。だってさ、あの化け物列車をやっつけたんだ。勲章者だよ。そういえばザカさんたちどうしているのかな。収容所から解放された人たちはファウゼンで働いたり、ランドグリーズに避難したりしているらしいよ。そう、みんな元気にしているといいんだけど。よ、ザカさん。お前その格好。ん？これか。今日付で俺も義勇軍の仲間入りだぜ。
お前さんたちの正体に配属されたから、これからよろしく頼むよ。よろしく頼むって、あんた戦えるのかよ。ダルクスの生き方がどうとかって。まあ細かいことは気にすんなって。これでも戦車兵としての実戦経験もあるんだ。俺が登場するのは小型の戦車だが、歩兵のサポートなら任せてくれ。それにこの隊長さんに興味があってな、一緒について行ってみたいと思ったのさ。え、僕に？まだ少ししか話してないが、人とは違った面白い考え方するなってな。そう言われても特にみんなとずれた考え方をしてないと思うんだけど。ウェルキン、自覚ないのね。まあこれからよろしく頼むよ。Hmm.